はい。どうも、所沢車両チャンネルでございます。えー、今回はですね、新京成線のニュースでございます。えー、ついにですね、その新京成線なんですが、合併後の土線名がですね、決定されたそうでございます。ニュースを読んでみましょう。えー、神経形成電鉄と新京成電鉄の鉄道事業の合併が認可されました。 えー、京成電鉄と新京成電鉄は、2024年5月21日に、鉄道事業法に基づき、鉄道事業の合併認可申請を行い、本日国土交通大臣より認可されました。えー、2025年4月1日より、新京成線は、当社、松戸線として営業いたします。えー、合併後は、経営の効率化、意思決定の迅速化を図ることで、 経営の資,資源の最適かつ効率的な、えー、活用と競争力の強化を進め、持続的な成長を実現し、地域に根ざした企業としての社会的責任を果たしてまいります。だそうです。で、その認可日が、えー、2024年の6月25日で、その合併の実施日がですね、えー、2025年の4月の1日だそうです。 で、路線名がこの松戸線で、その営業記録はその京成津田沼から松戸駅間だそうです。で、その対象駅なんですが、これは23駅で、新津田沼から松戸駅。で、このナンバリングも決まりまして、新津田沼だと k s、えース六6 6で、松戸は KS88 だそうです。で、合併時のですね、鉄道運賃の料金に関しましては、 え、変更はないそうです。で、ダイヤに関しても変更はないそうです。まあ、これがね、なんか認可値の要素だそうですね。まあ、この、松戸からね、あのー、形成津田沼ま,まで走る、その、神経線がね、今度、松戸線に変わりますからね、これが。ね、今まではね、その、 松戸からね、京成津田沼までは新京成電鉄として運用したんですが、これがね、変わるって形になりますからね、京成電鉄に。うん。でね、この京成津田沼から、あの、千葉中央まではね、あの、千葉線として走るそうなんです。おそらくこれは直通点するんじゃないですかね。だからね、今後ね、この京成の車両がね、あの3000系とかね、そういう6両とかのやつは、 松戸線として松戸まで走るんじゃないかっていう可能性が高いと見られますかもね。うん。今まではだって新形成だったからここはね、あの、京成津田沼までっていう形だったみたいだったんですけど、今度はね、これがね、まあの、松戸線になるとね、これはもう京成電鉄になるんで、あの、6両編成の車両はね、もう、あの、新形成もそうなんですけど、京成電鉄の走ってる車両ももう、 松戸まで走るんじゃないかっていう可能性はあるでしょうね。うん。これはね、どういうことになるのか、非常に楽しみですね、これは。まあ、運賃はね、変わらないですからね。まあ、料金に関し,ましてあとね、ライヤもね、変更はないっていう形ですからね。まあ、どういうのになるかって形でしょうね、これはね。松戸線になるって話なので。 ということで今回はですね、この京成電鉄と新京成電鉄と鉄道事業の合併が認可され、その合併する路線名が松戸線になったというニュースで,でございました。以上で終わりまーす。